はい、こんにちは。今回は歴代の日本人ボクサーで喧嘩が強いボクサーを紹介いたします。日本人世界王者で最も体重の重いクラスの村田諒太選手は、すさんでいた中学時代に担任の先生からボクシングを勧められ、ボクシング教室に通い出しました。大学時代には約100キロの空手家を一方的にやっつけ、KO したこともあり、相当なパンチ力を持っておりました。また、当時プロボクサーとスパーリングをたびたびしており、プロボクサーを簡単に倒していたのですが、あるボクサーは、撃たれた時、目が取れたと思ったほどの衝撃だった、と言っておりました。ロンドンオリンピックでは、ミドル級で金メダルを獲得し、プロでもミドル級の世界王者に戴冠した村田選手は、やはり喧嘩も相当強かったのです。試合開始のゴングが鳴るや否や、挑戦者は王者にちょっとつ猛進し、右パンチを放ちます。ものすごいハードパンチャーが現れました。大曲選手は中学を卒業後、仕事で40キロの砂袋を3つ担いでいたようで、自然と力がついていき、怪力ボクサーとして知られていました。とてつもない怪力ボクサーが繰り出すパンチはやはり強烈で、特に右フックと左フックが強烈な破壊力を持っていたのです。大曲選手は勝った試合の 94% が KO 勝利で、負けた試合すべて判定決着です。手数が少ないのでパンチが当たらないと判定で敗れてしまいますが、一発が当たるとそれで試合が終わってしまうのです。ガッツ石松選手が歴代ライト級で一番強いとされるロベルト・デュランに世界挑戦をしたのですが、その前年頃、チンピラから弟を助けるために池袋で8人のチンピラと路上で喧嘩をいたしました。警察が駆けつけた時はすでに数名警護しており、ガッツさんは無傷でした。事件の事情聴取でガッツさんは、チャンピオンはいついかなる時でも誰の挑戦でも受けなければならないと賞状に書いてあると供述したと言われております。事件はその後正当防衛が認められ、ガッツさんは現役を続けることができました。事件の後、ガッツさんは WBC 世界ライト級王者のロドルフォ・ゴンザレスに挑戦いたしました。ゴンザレスは当時79勝 66KO と怪物並みの成績を誇っており、ガッツさんはあまり期待されていなかったのですが、幻の右が炸裂し世界王座に戴冠いたしました。
渡辺二郎選手は大学時代は日本拳法部で活躍し、世界大会4位の実績を持っております。日本拳法という競技は顔面パンチやキック、投げ技、そして関節技があるのですが、渡辺選手は無差別級で活躍し、世界大会4位になったのです。180センチを超える選手や90キロほどの対戦相手をたびたび破っていた渡辺選手は、ボクシングに転向後、同じ体重なら負ける気がしなかったそうで、24歳でプロデビューし、簡単に全日本新人王を取りました。プロでのキャリアは28戦26勝18 KO 2敗でしたが、ほとんどの試合に余裕を持って戦っており、負けた試合もほとんど打たれていなかったのです。日本人初の海外防衛の成功や WBA と WBC の統一戦を行ったり、ボクシングでも圧倒的な強さを誇っておりました。赤井秀和選手は中学高校時代は喧嘩に負けたことがなく、大阪一帯にその名は響き渡っておりました。赤井選手は弱い者いじめは一切せず、通学中にヤンキーたちがふんぞり返って座っている姿を見つけると、風紀が乱れとるなぁと言って足を蹴って回っていたそうです。浪速高校ボクシング部に所属していた赤井選手は、高校2年の時に有名な選手に勝ち、それ以来ボクシングに打ち込むようになり、大学の時にプロデビューし、プロ4戦目の全日本新人王決定戦では尾崎不二夫選手を KO し、全日本新人王に輝きました。その後も超攻撃型スタイルで、当時の日本記録であるデビュー以来12試合連続ノックアウト勝ちという快挙を成し遂げ、浪速のロッキーと呼ばれた赤井選手は、関西では知らない人がいないほど有名になったのです。中学時代は柔道部に在籍しつつ、喧嘩に明け暮れ、暴走族にも入る不良時代を過ごし、あまりの素行不良から地元では広島の粗大ゴミと呼ばれていたそうです。17歳でプロデビューした竹原選手は連戦連勝で全日本新人王に輝き、日本王座、東洋太平洋王座に体感いたしました。竹原選手の強さは距離感が良く、長距離でも接近戦でも戦えるところです。190センチ以上のリーチを生かし、長い距離で左ジャブと右ストレートで相手を寄せつけないだけでなく、接近しても強烈なフックやアッパーを上下に叩き込み、ノックアウトを量産してきました。23戦全勝と日本と東洋で無敵だった竹原選手は、ついに
世界ミドル級王座に挑戦いたしました。ミドル級という階級はヘビー級とともに歴史と重みがあり、これまで日本人が世界ミドル級王座に挑戦すらできなかったのでした。世界ミドル級王者カストロは98勝の戦績を誇り、ダウンをしたことがない化け物のような王者なのです。そんな怪物王者に対し、竹原選手は真っ向から打ち合いを挑み、タフでパンチ力のある王者に打ち勝つのです。不可能と言われたミドル級で百戦錬磨のカストロを追い詰めたところで、試合終了のゴングが鳴り、勝敗は判定決着となりました。青コーナー、竹原やったー。